い、こんばんは、アラピスです。前回に引き続きアラピスズキャンペーンモードステージ03禁断の祈りの紹介と、またその攻略をしていきたいと思います。前回も忠告した通り、このステージを初見で攻略したい方は、ぜひともこの後の、アラピスの攻略は見ずに、ぜひともね、初見はやっぱ一度きりなんで、挑戦してみてください。概要欄にダウンロードリンク貼っておきます。それではこのステージの解説と紹介をしていきます。まずね、このステージ、また視聴者に送ってもらった、クソマップ、これを上回るクソマップはないと、自信満々に送ってもらったマップなんだけど、それに恥じぬクソマップでしたね。まずマップ見てみると、ほう、北東と北が閉じてる。で、その送っていただいた方曰く、何かおかしな現象が来てるって。それっていう、事前に聞かされていて、何が起きてんだろうなって。で、ゲーム始まってすぐに、俺は、配信、これ初回プレイ時にも気づいたんだけど、腐食の 900% って変異感染者12体と、ジャイアント6体いるんだよね。なんか左下のミニマップ見てもらったら分かると思うんだけど、密集しているとはいえ、ジャイアント6体は絶対いないなと。最初の主張は風車小屋、そんなに良くないですね。さすがにおかしいぞ、何かがおかしい。とりあえず、最初にこうやって西送っていますが、変異感染者が南に固まっているので、これはもう西に突破するしかないですよね。アルペスも配信時こういう風に初見でも動いていたと思います。で今これテントぐちゃぐちゃに置いてるのは、明らかに右上は農場地帯なんで、労働者稼ぎ、一時的な労働者稼ぎのためにテント置いてます。テントはいずれ壊すことを前提とするなら、16時間経っているだけでもう元取れてるよね。元取れてるどこかもうプラスなんだよね。だからああやって、明らかに農場が立つであろう場所には、居住区の範囲にテスラタワーが届くまでの間はこうやって雑に置くことは全然いいですね。てかむしろやってくださいむしろやった方がいいと思います。ただ気をつけなきゃいけないのは、その序盤にそれを急ぎすぎちゃって、よくあるのがテント立てすぎて、今回俺風車小屋もらったからいいんだけど、エネルギーが10切ってしまって、木材工房を置くエネルギー10がなく、木材工房を置くタイミングがなんか1日とか半日遅れるっていうのはあんまり良くないですね。あくまでテント置く数は気をつけましょう。つまり今これ木材工房2個目置いてるんだけど、これ置いちゃダメですね、風車小屋もらってない人は。あんまり良くないですね。さあで、まず西の開拓から行ってくんだけど、このステージの衝撃もやばかったよね。ステージ10の一面楚歌やった後だから、クソマップとはいえ霞むだろうなと思ってたんだけど、全く霞まなかった。その理由がこの後すぐ明らかになるんだけど、西にオートアタックキャンセルして、間引かせておきます。で、南は全く開拓したくないから、レンジャー一人でもう見張りだけさせています。だからもう南行くつもりなかったからね。で、西に開拓してきます。で、あとね、今回ちょっと録画設定ミスってしまって、画質がいつもより悪いんだけど、そこは申し訳ありません、すいませんでした。さあ西行きましょう。で、やっぱ閉じてるマップの辛いところは居住区、ちゃんとした綺麗な形の居住区が取れないわけで、労働者が稼げないと。で、労働者が稼げないと、例えば工房を置く労働者を稼げないし、風車小屋の置き場とかも必然に辛くなってしまうよね。そこがやっぱ一番の辛さかな。だから、でも今回のステージではやっぱ内側に木材がまた最低限取れてる、十分ではないけど最低限取れてる、プラス鉄も取れてる。だから前回みたいな禁断一面草加のように鉄が酒場から落とさなかったら市場で鉄買うしかないねって、そういう状況にはならないですね。このステージの一番難しいのは、本当に変異感染者の配置がおかしすぎるおかしすぎる。で、今これちょっと西見えたと思うんだけど、閉じてるんですよね。これ北東も西も南もほぼほぼ閉じてて、南東の方向からしか出れない。ビビったね、これは。もう変異感染者しかいる方向にしか伸びれないのかよと思って。
あともう一個ね、このステージの地味に辛いところは石が2個しか取れないんですよね。ここはしばらくの間、かなりしばらくの間石が2個しか取れないんで、やっぱあれだよ、倉庫とか市場を食うのに大変だよな。木材80個使うわけで、その2つで。さあまずテント飛びておきます。まあこのステージ、あの閉じてるマップのメリットはやっぱ自分ユニットがね一箇所に集中できて、居住区をなんだろう、ゾンビに襲われる必要なく、あの襲われる不安なくテントをどんどん置けるのがやっぱ強みであって、内政は分回しましょう。まあもちろん狭すぎたら回んないんだけど、できることは全てやりましょう。さあ南の間引きを進めていきます。まあこれね、まあ南のもうちょっとね、変異感染者とジャイアント以外に恐ろしいものがあるんだけど、どっちにしても俺あんまりね、あの通常プレイの場合でも南はあんまり間引き、レンジャーとかに打たせないです。慎重に見ますね。やっぱウォーカーゾーンなのか、ランナーゾーンなのか、エリートゾーンなのかって。やっぱ北東、南北は東西と比べてエリートゾーンとランナーゾーンが一瞬で来るからすぐ死んでしまうんだよね、レンジャーとか。なんで今全然打たせてないと思うんだけど、まあオータッタキャンセルとかしたくないですね、少なくとも。で、まあこれもうテスラタワーの配置はめちゃくちゃ慎重にやってる、めちゃくちゃ慎重にやってる。なんでかっていうと、そのテントの置き場がどれだけ綺麗になるかがもう全てだから。ちょっと閉じてるマッパー今もう悩んでますね、どこがいいかなって。で基本的にテスラタワーはよくね、いろんな人のプレイ見て思うことがあるんだけど、その自分のどんどん領土を伸ばしたいから、今電力が届いてる一番先端にテスラタワーを置くみたいなことがよく見かけるんだけど、居住区の形を優先したいなら、テスラタワーとテスラタワーの間隔を間に4マスあるようにして、今みたいにテント配置するのが一番綺麗ですね。一番多くテントを置ける配置です、テスラタワーとテントの。もちろんね、スピーディーな領土拡張が求められてるシーンではそんな綺麗とかこだわってられないから、そんな4マス置きとか意識する必要ないんだけど、こんなねスピーディーさは要求されてないから、ここはむしろ綺麗さを要求されてるシーンではそうしましょう。まあ第一居住区くらいは意識した方がいいですね。さあさあまず農場を上に置いていって、まあ結構農場は比較的取れてる。右辺の農場がなかったら、農場地帯がなかったら積んでたかもしれないね、かなり。それはまずやっていきます。でこのステージ、ステージ03と名付けたんだけど、ステージ03にしたんだけど、まあそれはね、後々理由分かります、後々理由分かります。で名前で由来なんだけど、ステージ名の禁断の祈りって名付けてて、まあ正式公式のキャンペーンモードに禁断の森っていうね、まあ、変異感染者にビクビク怯えながらやるステージがあって、まあそれにちょっと由来してますね、禁断は。で祈りはもう祈祷力です。このステージのこのステージクリアするために必要なのは祈祷力、祈りが必要。どれだけ神様に祈るか、プレイ中めちゃくちゃ祈ってます。でこれアルピス配信時にこの初回プレイやったじゃん。今回ね、配信時の時一名速乾の挑戦時と違ってノーポーズで挑戦してたの。一回負けた後でも。あれなんでかっていうと、ノーポーズが原因で負けたんじゃなかったんだよ。だから俺はずっと、ノーポーズで挑戦してたんだけど、まあだから今回もそういうことで、ノーポーズでやってます。今回の挑戦はノーポーズ縛りで、禁断の祈りを攻略。ここポーズだったら勝ってたな、みたいなシーンが一度でもあれば、やりますね。ポーズありで。ノーポーズが原因じゃないんでね。簡単には諦めません。でこれちょっと南東伸びていくと、あちょっと東抜けれるって。で東抜けれるぞこれってなるだけどね、やっぱねゾンビは強いよこれ。マップ見てほしいと思うんだけど、もうマップのミニマップの位置から判断するともう強い。でこれ軽紙市長だった、これ石材貯蔵量プラス80がね、今マウス、俺がねマウスぐるぐる回してるときはめちゃくちゃ喜んでます。これマジで神市長だった。やっぱ石が2個しか取れてないから、もう倉庫と
市場を置ける、ちょうど置けるよね、石80個あれば。さあ倉庫置いていきます。これもね、どこに置くか難しいんだけど、あと農場が2個置けるようなように配置してますね、今の倉庫の位置も。とりあえずこれで石問題はしばらく解決するかなって感じで、まあ、もうちょっと待っておこう。さあさあ、それで東に伸びていくんだけど、でもこういうねマップに大切なのはやっぱり領土が取れてないから労働者が足りなくなる。まあだからちゃんとコテージ化をする必要があって、本来だったらいつものアラペスのプレイだったらこんな閉じてなかったらね、東にテスラタワーを伸ばしてどんどん罠を置いて間引いていくんだけど、それはしたくないですね。やっぱコテージ化の方が優先です。その罠に木材使ってしまってコテージ化が遅れ、労働者が足りないみたいな状況はちょっと考えたくない。まあ臨機応変に行きましょう。臨機応変に。これ強いでしょゾンビ。これ素のゾンビでこれだからね、レンジャーで開拓は怖い。もうほんと引き打ちしながら慎重にと、ましてやノーポーズだしね。いや、やってくるねランナーやってくるねランナー。これは、ソルジャーはちなみにまた待機させてんだけど、アラペスはこれあれですね、配信時も初見の時もソルジャーに打たせてなかったですね。変異感染者近すぎるので。なんかさ、視聴者に送られるクソマップほとんどさ、ソルジャー仕事してないよね。もうこれ兵士を作って解雇したいレベルだ。でもソルジャーは一瞬だけ活躍することがあります今回で。あと今回後でね分かると思うんだけど、めちゃくちゃ面白い攻略法しているんで、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。めちゃくちゃ面白いことしているんで、今までのアラペスがしてこなかったことをしているので。お、東にゴールドが見たね、あれは大きい。で、収入は、まあ、これだけテントを置けていたら、例えばテントだけで人口252でしょ。で、コテージ化するとちょうど人口は2倍になるわけだから、まあ、500まで行くんだよね。500まで行けばね、もう悪くない。普通にスナイパー量産体制までは、いや、ギリかな。本当に。無理やり作れば、ちょっと弊社の置き場に苦しむぐらいで、500あればいける。よく言えばもちろん、銀行とか建てたいけど。って感じですね。さあまあ東にこっそり伸びていこうと。で木材は今3つ置いてプラス30なのかな。であとねもう2箇所ぐらい置くところがあって、シレブの南木材はプラス478ぐらいかな、しばらくの間478ぐらいあればコテージ化はできます。よくなんか固定時間優先した方がいいですよとか、そういうコメントあるんだけど、それはもちろんね、その通りなんだけど、やっぱ木材取得量にそこは左右されるんだよね。やっぱこのゲームは RTS で、マップもランダムなんで、どれだけ臨機応変に対応できるかで、だいぶ、まあ、プレイヤーの実力が試されてる。わけで毎回同じ作戦に挑むとか、例えば何日までにコテージ化するとか、そうやってなんだろう決めちゃうのは良くないですよね。あ、こういう決め方いいと思う。木材プラス30だったら12日目からコテージ化とか、木材が50取れていったらもう10日目からはもうコテージ化するとか、そういう決め方はいいと思う。なんだけど常にコテージ化はもうファーストウェーブ前から始めるんだみたいな、そういう考え方はまあ良くないですよね。少なくとも俺は好きじゃないです。なんだろう、誰かのクリア動画を参考にしてそれを真似てる気がするんだよね。やっぱ大事なのは動きを真似ることじゃなくて、思考を理解した上で真似ることだからって思います。まあそういう意味ではね、結構日本人の解説プレイ動画ってすごく少ないから、
まあそのどういうこと考えて今の動きしたんだろうとか分かりづらいよね、このゲーム。やっぱ人口も少ないし。さあ、まあいい感じに内接進んできたね。固定時間もやっています。まあこのステージの固定時間早めにしてる理由は閉じてるからですね。やっぱどれだけ閉じてるかでも左右されてきます。さあ最初のウェーブが南から来ると。まあクソマップ特有なんだけど、まあウェーブどっから来ても関係ないですね。ウェーブが東から来ようと南から来ようと西から来ようと北から来ようと、まあ、全部一箇所なんで、そこは本当に気楽でいい。本当に次どっち来るかなって、このクリアリングしてたらウェーブ対処間に合わないなとか思うんだけど、全然焦らないですね。だから焦らないからこそ今ウェーブ来るって分かってんのに、東の間引き進めてるじゃん。余裕があるんだよね。これちょっと良くなかったな。エリートにね3、4発鳴らしちゃったんですよね。壁を叩かせちゃったんでね。でエリートはやっぱ一発ノイズ5なわけで、バリッサ一発分だからね、あいつのノイズは。ちょっとこれゾンビ来ちゃったでしょ。でここでねハッピー来ちゃったんだよね。しかもレンジャー1人失って、いやーこれやっちゃったなーと。でもハッピーはまあ罠があれば全然余裕なんで、援護射撃があればレンジャー2人と罠がいればハッピー1体なら恐れる必要ないね。2人来たらちょっとやばい。まあすぐ近くにいるソルジャーを一瞬で動かすって感じかな。でもそもそもハーピーが来た理由はエリートが壁殴ったから3、4発。でもやっぱクソマップって毎回思うんだけど、結構教育的なんだよね。そのノイズに対して敏感にならざるを得ないから、今までちょっとそのノイズとか深く考えてこなかった人に対して、そのノイズっていうのはこんなに恐ろしいものなんだよって知らせれるよね。でここ今見えたでしょ、南に廃墟があるんです。あれ視聴者かな、ちょっと見えてないけど、これ廃墟があって、まあ、このステージの最大にえぐいところは、まあ1箇所しか伸びていなくて、その方向に変異感染者が大量にいるってことではないんだよ。変異感染者よりさらに手前に廃墟もあるんだよね。一面そかは1箇しか伸びてなくて近くに廃墟があるんだけど、ボディーガードの変異感染者は2人しかいなかったの。でも今回ボディーガードの変異感染者が 全員廃墟のバックにいて、あこれもう変異感染者つついたら終わるなと。ただ初期配置見てもらうと分かるんだけど、まだそんな近くないんだよね。まだそんな近くない。だからバリスタを下げれば、かなり下げた位置に設定すれば反応はしないなんだけど、やっぱランダム徘徊でめちゃくちゃ寄ってくることあるから、もうそこは本当に運で、まあ、そういうことでこのステージは禁断の祈りなんだよね。でアラペスその配信の時にもうめちゃくちゃ近づかれちゃってて、何もミスしないんだよ。何もミスしないんだけど、普通にもう自然に近づかれちゃってて、廃墟の定期襲撃できたデブをバリスタに向かうって、まあ無事死んだんですよね。もう仕方ない、それはバリスタ置かないとそのデブにやられるから。普通にもうね、それが本当に祈り祈りゲー。ただやっぱできることはしていく、うん、ノイズケアはもう最大限意識していく。でこれ市場置きます。まあこうやって市場置くタイミングは食料使い切った後とかですかね。まあ、まだ農場置ける場所あるんだけど、まあ置くタイミングとしてはいいですかね。でこういうステージはやっぱに遅くても20日前後ぐらいには石材工房欲しいです。あと発電所かな、発電所。やっぱ領土が拡張できてないから、風車小屋がいずれ置けなくなって積んでしまうんだよ。だからまず石材工房を建てて、最初に発電所、その流れがいいと思います。で東はどんどん間引いていきます。まあ領土このわな間引きって
領土は進んでないんだよ。間引きは進んでるけど領土拡張はしてるわけではなくて、そのもしかしたらあんまり効果的に見えてない人がいるのかもしれないけど、アルピスは基本的にそのファーストウェーブが終わってから、あ、一箇所領土拡張したい方向を決めてね、ノーポーズの場合ね、一箇所領土拡張したい方向を決めて、その方向に12日目からセカンドウェーブまでの間に罠で大量に間引いておきます。で、セカンド、周囲防御が終わったタイミングで一気に領土を伸ばす。その時の領土のスピードの時に、事故ることがないし、まだスナイパーがいないタイミングだけど、絶対事故ることがないし、一気に進む。で、この罠間引きの時に意識してるのは、ランナー一人残らず倒すのはかなり、難しいから、上位ゾンビ、上位ゾンビってランナーとエリートを倒していくことを意識してる。で、ランナーとエリートを周辺全部間引いたら、レンジャーで面押しですね。いや、これにね、バサルね、低コストで、楽な領土拡張ってないと思うんだよね、ノーポーズにおいて。例えば、バリスタでどんどん領土を押し上げるって人もいるかもしれない。で、バリスタはね、領土拡張というよりは、防衛に向いてるんだよね。あ、それ以上、そこ領土か、領土伸ばさないって決めた時に置くもんだと俺は思っていて、結構初期費用も高いしね、500ゴールドで。しかもバリスタは研究700ゴールド。10日目からこの罠間引き始めてんだけど、10日目からバリスタ間引きは始めれないことが多くて、あんまりちょっと好きじゃないんだよね。あと音が鳴る、そもそも音が鳴る。で、あとバリスタ1機の間引き力は罠にはやっぱ勝てないですね。全然バリスタ2機あるとそこそこな間引き力あるんだけど、そこはね、やっぱね、プレイヤー次第ではあると思う。そのプレイヤーがどれだけ罠を使うのがうまいかによって、なんだろう、人によってバリスタで領土拡張した方がパフォーマンスが出る方もいると思うし、罠で間引いた方がバリスタ使うよりパフォーマンスがいいよって方もいると思うんだよね。アラペスはその罠がね得意だから、バリスタ間引きではなく罠間引きをやっています。防衛だけじゃないですね。で、木材が足りないね。でも木材は足りないですね。もちろん今のこの作戦は木材取れてないときはあんまりするべきじゃないと思う。50近く取れてるならできます、どのステージでも。で、ちょっとずつ前線ですね、前進。安全に安全に。で、これもう廃墟が見えたんで、廃墟の方向に罠をたくさん置いて、バリスタはもう可能な限り下げて変異感染者を刺激しないようにしています。で、今人口は398、収入605、固定所が全部終わってなくてそれならいいでしょうと。で、あれさっき言ったソルジャーが後でもう一回だけ活躍するシーンがあるって言ったんだけど、今実は俺ソルジャーさっきずっと控えにいたのにパンパン打たせています。それは何でかっていうと、あそこ東だからだよな東はゾンビが弱いんで、南東は強いよ、南東は強いけど東はゾンビが弱いんで打たせています。さすがにあそこにソルジャーで打たせて変異感染者が反応することはありえない、絶対ありえない。なんでもう打たせています。だからさっき罠間引いてもう雑魚いゾンビしか残ってないので、そこをソルジャーで押し上げていく。彼の活躍はこれが最後ですね彼の活躍はこれが最後です。画質悪いな、申し訳ありません、本当に。何やってるか雰囲気伝わればいいかなで、ここね、東伸びてってるんだけど、結構いいスペースしてんだよね、東側。
いや、このままじゃ東伸びていけば、その南の変異感染者と戦うことなく、戦力整えれるじゃんって思ったんだけど、もう一個で、ね、絶望が来るんだよ、このステージ。てか配信中では多分25日目ぐらいに挑戦し死んじゃってるから、このステージの真のマップ構造みんなにまだ見せてなくて、見せていきたいと思います。恐るべき真実がありました、このステージには。変異感染者が12体なく、巨人も6体じゃなくて1体しかいない。何が起きてるんだと。ノーポーズでやっていますね。こうなんですよね。まだ東の上の方見えてないから分かんないと思うんだけど、実はこれ完全に閉じてる。これ完全に閉じてるんだよな、ビビる。もうこれ閉じてるの見た瞬間に、こっち側にバリスタを置く必要もなくなったね。実はこれね、初回プレイ時ももしかしたら閉じてるんじゃないかって思っていて、なんでかっていうと、開けていたらウォーカーとかゆっくりね、司令部に流れてんだよ、本当にゆっくり流れができるはずなので、罠まびきしてるうちに気づいたんだけど、一切その流れが見えなかったんだよ。完全にゾンビたちが止まっていて、それってね、マップが閉じている時の特徴なんだよね。閉じているとゾンビの流れがない。ってことで、もうこれ東閉じてんなっていうのはうっすら気づいていました。で、このウェーブが北から来るんですけど、まあ一箇所ですね。このウェーブどこから来るのか悩む必要はありません。で、これレンジャー死んじゃったんだよな。これレンジャー2人になりました。まあ関係ないっす、レンジャーもこの辺から無用なんで。いやー、アルペさんもノーポーズやればやるほど、もう弊社は勝てない主義ですね、本当に。弊社の存在意義が分からなくなってきた、最近。弊社で序盤、レンジャー大量に作ったり、押し上げするとか、何の意味があるんだって感じですね。はい、閉じてます。で、これね、石が東に見えたんだよ。で、石はね、5個取れて、石2からようやく脱却できるなと。いや、石は本当救済処置。こっからやっぱ石材工房を置いていく段階に入っていくから、そしたら石が大量に欲しくなって嬉しいですね。倉庫バフ絶対かけたい。で、今回ね、ウェーブ発生が19日目だったから、これは、まあ、北のウェーブ来るの相当時間かかるから、もう早めにバリスタ置いてます。もうあと2時間後に20日なんでしょう、20日になったら廃墟の定期刺激がちょうど始まるんで、ぴったしに始まるんで、ウェーブより先に始まるパターンですね、これは。で、これビビるでしょ、これ北のウェーブのドクロが西に消えたんだよね。やばすぎる。で、バリスタはもうちょっと廃墟だけだったらもっと前まで出すんだけど、もうあれより前には出したくないですね、変異感染者がいるんで。これね、まだドクロ見えないんだよ、北のウェーブ。どういう地形になってるのかがもう察せる。抜け道がないんだよな、北への。収入806、めちゃくちゃいい。あ、デブ来た。敵襲撃始まった。でもね、今回ね、変異感染者が俺の祈り欲が高くなったのか分かんないけど、初期値からほとんど動いてなくて、なんか反応する気配ないんだよね。あの距離は反応しない。なんだろう、今手前に見えてる廃墟の視聴者ぐらいの位置まで変異感染者がランダム徘徊することがあったんだよ。もうそんなのされたらもう何もできないよって。で、こういうマップの時のノーポーズの一番難しいシーンは、まあ、スナイパー量産体制整ったとして、
じゃあ戦争始めるかって時の準備する時ですね。やっぱポーズして一気に壁配置、バリスタ配置、ショッキングタワー配置っていうのを一瞬で行うことができないから、ノーポーズでは。でスナイパーをタワーに、例えば火の塔を使うなら火の塔に乗せるっていう作業も一瞬でできないわけで、そこが一番の好きで、そこをさ壁とか置いたら罠使えないわけで、壁叩かれて操作が間に合わず変異感染者が来てしまう、迎撃体制が整う前にスナイパーが変異感染者が来てしまうみたいなことが、まあ一番のノーポーズで難しいシーンかな。でこのマップのクリアリングはどうするんだと思ったね。まず南は倒して廃墟を攻略のイメージはできているんだよ。初見攻略時からイメージはできていたんだけど、これクリアリングが間に合うかどうかはまた別問題で、これ参ったなって思ってますね。ここら辺北側繋がってないし、少なくとも北西方向からは参ったなってなってます。居住区意識してますね。さあ21日目。あとこういうマップはね、全方向の小規模襲撃が一方向に集中するから、ましてやまあ廃墟の定期襲撃もあって、バリスタが絶え間なく撃っちゃう時期が結構長く続いちゃうんだよね。そこが嫌ですね。お、変異感染者ちょっと近づいてるやついるね早く準備を整えないとまずい、早く準備を整えないとまずい。一体ちょっと近づいてる、でもまだ大丈夫かな。3人目の師匠、ここでさボーナスエグゼキューターが出てきて今反応してると思うけど、まあ戦争の際にエグゼキューター使えるのは大きいかな。結構このステージに限ってはそこまで悪くないでしょ。で石材工房が立ちました。で発電所速攻研究で、木材工房の、監視塔も研究して、木材工房の研究はこれで終わりですね。まあ普段だったら。倉庫爆を石ここにかけていくと。このバリスタは万が一来た時用に置こうとしてるんだけど、これすごい悩んでんだよ。どうしようって。まあ一つは反応されたら困ると、バリスタ置いたことによる、バリスタの打ったことによってね。あともう一個は弊社の位置と干渉しないかなってちょっと思ってて、結構悩んでました。このバリスタ、その居住区をバリスタの上にどんどん置きたいわけじゃん。難しい。でも一応念のために置きました。でやっぱかなりこれ以上ないぐらいノイズケアしてることだけあって、ゾンビおとなしいですね。ハーピーすら一切来てないんで、まあノイズケアはほぼ完璧です。まあ配信中も同じようなノイズケアしてたから、てか全く同じノイズケアしたから、まあ本当にあれはノイズで来たっていうよりはランダム徘徊でもう来ちゃったって感じだから、これもしかしたらアラペスノーポーズクリア初不織ノーポーズクリアなり得たマップだね。全然クリアあり得た。あれ多分5割ぐらいでクリアできた。まあ記念すべき初クリアがこのクソマップなのはどうかっていう意見は置いといて、ありえましたね。全然やっぱクソマップってクソさを打開するまではめちゃくちゃ辛いんだけど、クソさを打開した後はむしろ簡単になることはある。簡単になることはもちろん地形によってはクソさが続くこともあるんだけど、そういう意味では実はこのマップ後で分かるんだけど結構楽になるんだよ。まあまあ変異感染者ジャイアントの数見ても分かると思うんだけど、結構楽になって
一面ソカが配信中にあいつはラスボスだと、このステージよりあっちの方がラスボスだって言った理由は、あいつあれはね、クソマップのクソさを打開した後でも難しいんだよ全然。それが俺があいつが最強だと思った理由ですね。まあでも難しさっていうのは置いといて、クソさで言うなら このクソさはだいぶ高い。でステージ名03にした理由は、ステージ01と02はアラペスが腐食と荒野で初めてクリアしたマップをステージ1とステージ2にしようかなって思っています。なんでステージ03ですね、そこを開けておこうかなって。多分、まあ、アラペスが初見でノーポーズクリアしてるマップは簡単だと思うので、ステージ1と2にすればまあ優しいかなと優しいかなと。一面そっかステージ1にしたら誰もやらなくなるでしょう。でもやっぱり、ね、視聴者は結構 PS4 ユーザーが多いみたいで、まあちょっとあんまり挑戦してる方がいないのが最近悲しいところですね。まあ仕方ないんだけど。いろんな人にね、やりま、クソマップやりませんか、とっておきのありますって言ってんだけどね、ちょっとみんなやらなそうなんだよねで次に石材工房を研究してるんだけど、あ、石材工房で研究していく内容は、まずまあ銀行でしょ、銀行と、まあ、変換戦車が連れてきたお友達を倒す用の食金型は石壁、この3つが必要不可欠です。まあもちろんあと発電所もこの3つですね。で兵舎置いていってスナイパー量産体制です。で今これね、銀行置いてなくても収入1000いってるでしょ、うん、十分ですね。まあさらにここで銀行置けば、もう兵舎3つで量産する体制が整ってる。でね、プレイスタイルとしてそのどんどん領土拡張を強気にやって早めにスナイパー量産体制を作るのと、本当にノイズを極限的までケアして静かに暮らして、スナイパーを量産する体制、ちょっとタイミングが遅れるけど方法っていうのはやっぱ2つあるんだよ、戦力にどれだけ攻めるか。で俺はノイズケアにめちゃくちゃ自信があんの、ノイズケアにめちゃくちゃ自信あるから、俺は後者ですね。スナイパー量産タイミングをできるだけ内政を安全に整えて量産すると、スナイパーをが好きです。ノイズケアに自信があるから。ましてやこの視聴者から送られてきた紙マップを1回しかチャンスないんだよ、ノーポーズクリアっていうのは。もうその2回目以降、初見じゃないのに、あ、初見じゃなくてノーポーズクリアしたのは俺ノーポーズクリアってカウントしないつもりだから、一度しかないんだよ。それをいつ崩壊するかわからない戦術で領土拡張して、あ、まあこれやってたら反応されたらまあ仕方ないっすねみたいなのは嫌ですね。普段俺が適当にサバイバルモードでいろんなマップをやってんだ、それはありだと思うんだけど、1回だけだからね。これスナイパー量産するかまだ悩んでる。まああとその攻めるか内政を内政をね、ノイズケアしながら整えるかっていうのは変異感染者の位置とも相談すべきだと思う、間違いなく。てかそうすべき。いや、まあ俺は実はこれスナイパー配信中よりさらに量産を遅らせてんだよね。なんでかっていうと、これ収入1200いくなと思ったんだよ。なんで兵舎3つ体制にしようと、兵舎3つ体制で一気にスナイパーの数を前回より上回ろうと思って、収入1200になるし、もう一個は変異感染者が配信の時と違って一切近くない。もうこの時目と鼻の先まで来てたから、配信中は。それはスナイパータイミング早めるよね。なんで俺はここでさらに悠長な選択を取ってます。まあ臨機応変ってこういうことですね。
これ今見た？結構ウェーブの発生が、これ3回目のウェーブなんだけど、南東から発生したんだけど、これ結局さ南西から来てるでしょ、まあ、つまりそういうことなんですよね、このマップの地形は。でサードウェーブまで見せたんかな。これちなみに今バリサ壊しましたこれバリサなんで壊したかっていうと廃墟反応したから。ちょっと攻めちゃったんでな、あのバリサの位置。1マスもう1マスね後ろ目に置いてれば廃墟反応してなかったと思う。ちょっと攻めちゃった、即バリサ壊した。あ、もちろんね、その廃墟が反応したからといってあのバリスタ壊さなかったら突破されていったかっつったら突破されてはいないです。ただ廃墟に負けるんじゃなくて変異感染者に負けるのを防ぐために壊したん。あれを壊さなくても壊さなかったら負けていたっていうわけではない。確率ゲームです、このゲームは。で弊社3つ体制でスナイパー量産始めてきます。まあ、鉄も十分に取れていて収入1200と、これはねかなりの速度でスナイパー量産できる。で、まあ、こういう状況ではなんだろう、もうどれだけ肉薄してるかで、自分から戦争を仕掛けるか相手から戦争を仕掛けてきたら迎え撃つか悩むんだけど、これはねしばらくはこっちから仕掛ける気はないです、離れてるんで。でここが一番難しいところよ、ノーポーズの。前回この段階までもう行ってなかったからね。今バリスタ2機あって、バリスタの前にじゃあスナイパーを置いて撃つって言ったら、まあ負けるじゃん、壁がないから。で石の壁も研究して、石の壁置いてショッキング、バリサー、エグゼキューター、木の塔にスナイパー全部乗せるっていう作業をどれだけ早くこなすかでもう決まってきます。ここはどれだけ早くこなすか、もう今すごい慎重にいく。ゾンビの流れが一瞬で途絶えた瞬間にやろうと思ってる。スナイパーが数揃っちゃえば。でこれ今スナイパー数13体でしょ、やっぱ弊社3つで作るとめちゃくちゃ早い。28日目にスナイパー量産始めたとは思えない。だから俺は収入900の時に弊社2個体制でやるよりはまあいけるでしょうと、焦る必要ないねと。変異感染者遠いねこれ変異感染者遠いねこれ、何だったんだよ配信の時、全く配信中も同じことしようとしてたんだけどね。これあ、そういえば今日も挨拶でハイクソマップハンターのアラペスですっていうの何の忘れてた忘れてたいやこれほんとまず石壁からかなって感じだね。まず石壁にする、やっぱショッキングが一番悩むよね。次キノトを置くとゆっくり音が発生しないものから置いていく。で次のウェーブの35日目までには仕掛けたいよね。もうその罠の範囲が狭くなっちゃってるから、ウェーブ対象の時音が必然的になってしまってね、やっぱだから35日目までやりたい。でもスナイパー20体なんだよ、3日しか経ってないよスナイパー量産から。遅らせる強みが分かるでしょ。まだゆっくりいきますまあこれはねスナイパー20体は危険ですね。まあよっ、ショッキングとバリスタと石壁がポーズありで配置できるならスナイパーまあ20体でもいける気もするけど、まあ、腐食廃墟がすぐ目の前にあって変異感染者が7、8体同じ方向に全部いる、まあちょっと怖いね、怖い怖い。30体か40体は欲しい、安全を行くなら。さあバリサ置いた、これ怖いんだよね。
で、これバリスタ壊そうとして壊せなかったからレンジャーですぐこっち側にする。怖えよこれ。もうポーザリだって一切事故らんからこの辺は。てか、あそこにバリスタ置いたってことは変異活性者が反応する可能性も高くなったから、こっからもう迅速に動かなきゃいけない。で、スナイパーはちなみに28体か。もう仕掛けんのかな。何体で仕掛けたかちょっと覚えてません。次もバリスタ。これ乗せるんですね。今ここゾンビの流れやんだでしょ。これでナイス判断だと思うわ。この見極め一瞬やんだんだよ。でもスナイパー撃った瞬間からショッキングタワーもう石壁すぐ完璧です。これでエクゼキューターすぐ置く。でこれエクゼキューター1マスずれちゃったんだよな。これ もう1マス前だったんだけどやっちゃったってなってる。まあ慌ててエクゼキューターが完成するまでの間は建物通過できるから、スナイパー送ってる。スナイパー33体。これ完璧だね。あのタイミング完璧。まあもう変異感染者いつ反応してもおかしくないです。やっぱ塔に乗ったスナイパーは強いよね。安心感が半端ない。やっぱね、普通のスナイパーじゃベノムに壁殴られたりするから、もうベノム対策として完璧。スナイパーは、あの塔に乗ったスナイパーは射程が11マス脅威ので、これ、ね、レーダータワー一括修理で直っちゃってんだよね。まあもうこうなったらレーダータワーは別に壊されても問題ない。さあこんな感じです。うわ大量にいるね。来た変異感染者で、あっち側のバリスタは消した。なんでかって変異感染者は、視界が12マスあるから、あのバリスタが視界に移ってあっちに釣られたらもう負けなんで、 100% 負けなんで、あのバリスタを壊しました。もうノイズケアと視界ケアで、変異感染者もう1体来た。レーダーカーが壊される。でこれ見てもらって分かると思うんだけど、変異感染者5体一気に反応したんだよ。まあスナイパー20体じゃ怖いですね。まあ結局40体まで量産できたんだ。まあちょっとエグゼキューター裏にいるスナイパー反応でき、戦力とはねなってないんだけど、あこの体勢が整ってしまえば変異感染者ごときには突破されない。であれエクゼキューターの人に塔を置いたと思うんだけど、あれでスナイパーをこっちに持ってこようとしてるいやあれエクゼキューター1マス違ったんだよな。今スナイパー1体貫通したよな。でこれで変異感染者、まあ、倒して、正直もう一番辛いシーンはなくなったんだよね、このマップの。こっからはこのマップの、まあ、真実を解き明かしていく。どうして変異感染者とジャイアントの数が少ないのか、そしてどういう地形になっているのか、そしてクリアリングは間に合うのかこのマップのっていうのが、まあ、こっからの見どころですかね。これ塔で移動してるの分かる、まあ、エクゼキューターなくても勝ってるんだけどね。これはで、スナイパーが51体。分かる、7日間でだよ。7日間でスナイパー50体まで増やせました。全然違うでしょ弊社2個とは。鋳造工事を研究してるんだよねこれ。34日目で珍しい。まあ、最近はノーポーズや鋳造工事を研究してないんだけど、これ珍しいですね。気まぐれですかね。まあ1個言えるのは石が少ないから上級採石場早めに欲しいかなと。で次のウェーブが来たから、もう来たからってもうどうでもいいって感じ。もうウェーブはどっから来てもいいよと。
で、エグゼキュータほぼ活躍することなく、この世を去りました。こっからは廃墟攻略。まあ、スナイパー55体いれば、ベテランもこれだけ混じってれば、廃墟は負けません。で、なんだろう。その、スナイパー量産体制も整って、事故が起きそうな変異感染者も倒した後の、次のステージが、スナイパーでどれだけ領土拡張してクリアリング速度を速めるかっていうのが、次の難しいところなんだけど、で、そこが結構苦手な方多いと思うんだよ。で、それはね、結構経験もあるんだよね。やっぱその速度が遅くなってる原因としては、思い切りの良さがないんだよ。かなり例えばテスラタワー置いて壁置いてからまた間引いて、またテスラタワー伸ばして壁置いてから伸ばすとか、これこの戦力で本当にクリアリングできる戦力今整ってるのかなとか、追い返されるんじゃない、そういう不安が、あの大胆な行動をさせずに領土拡張が遅れてしまってる原因だと思う。つまりクリアリング速度、こっからのクリアリング速度を上げるには、あの今自分が持ってるユニットはどれだけのゾンビが来たら、どれだけのゾンビまでなら追い払えるんだと、そういう理解が必要。ユニットの戦闘力に対する理解が必要。例えば他の廃墟だったら、あのスナイパー60体今60体で攻略してるけど、腐食廃墟60体なくても全然廃墟を攻略できるわけで、その理解が必要なんでね。あ、このマップの東西だったら何体だといけるねと、このマップの南北だったら何体できるねと、もし廃墟があった場合はスナイパーはもうちょっとあったらいいな、そういう経験によって結構蓄積されるんだよ、クリアリングの速度って。これ変異感染者来てます。まあ一瞬ですね、ここまで来たら。ただ変異感染者もう一体来て、これちょっとスナイパーが詰まっちゃってるのがね、うざいめっちゃうざい。これで、これちょっとウェーブも重なってるからちょっと怖くあるんだけど、まあ大丈夫です。最悪スナイパー何体も死んでも大丈夫、負けません。スナイパー60体は。ただちょっと怖いのはノーポーズだから怖い。もうポーズありだったら負け要素ゼロよ。これは少しだけ怖いぐらい、本当に。やっぱクリアリングって撤退できるかどうかも含めて、あの大胆に行動できるか決まってくるから、そういう意味でノーポーズって本来ね、完璧に操作すればポーズありと同じぐらいの、あの殲滅力できると思うんだけど、実際にはそうじゃないわけで、それは撤退戦ができないから大胆な行動が抑制されてるんです。そこがあのクリアリング能力が下がってる理由。これ銀行受けなくて発狂してるね。さ、4回目のウェーブが終了で、次これさ、ウェーブ来る前に時間かかりすぎてさ、次2日半後に来るんだよね。50日チャレンジですかって感じのウェーブ感覚に見えてしまう。まあスナイパーは何体か死んだけど問題ないです。でもうショッキングタワーもとっくのとに研究してるから、6回目のウェーブも怖くない。問題は本当クリアリングと、あの最終ウェーブ打ち勝つ戦力を整えれんのかと。もし北領土取れなかったら、もう領土必然的にめちゃくちゃ今狭いから、そこだけがちょっと参ったなーって感じで、まあ、こっからはこれ3回目のプレイなんです。配信中に2回挑戦して、これ今配信後にあの1回だけ挑戦してるんだけど、こっから完全に初見なんで、今初見プレイですね。まあ、こっからっていうか、28日目ぐらいで死んでるはずだから、配信中は20、もうこの10日間は初見です今。ドキドキですね。何が待ってんだろうこのマップに。
デックスマップ特有の、いやこれ倉庫欲しいなって、廃墟攻略する前に倉庫3つ欲しいなってなってますね。今ちょっと起きそうになった風車小屋の場所怖いよね。斜めに攻撃されちゃうから、あそこ置かなかった理由は攻撃されちゃうから。まあ廃墟の安全なクリアリング方法はテスラタワーを置くで、テスラタワーの電力の先端部分に、木の塔を置くで、その木の塔の背後にテスラタワーを置くで、スナイパー乗せてクリアリングを永遠に繰り返していけば結構クリアリング早いよ。あの肉弾戦がやっぱクリアリングは最速なんだけど、ちょっとだけ危険じゃん。肉弾戦で負けた時スナイパー、死ぬわけで、もしかしたら全滅する可能性もある。なんだけど木の塔はめちゃくちゃ安定するでしょ。安心感があって、そこまで領土拡張のスピードも一方向なら遅れない。やっぱもう複数のスナイパー部隊がいて、それを木の塔で操作するともう肉弾戦よりもう多分速度半減以上なんだけど、一方向のみの木の塔クリアリングは肉弾戦より全然早いですね。あ、肉弾戦にそんな劣らない。今やってる感じね。テスラタワー伸ばして置ける、できるだけ置けるところに木の塔を置くで、木の塔の背後にテスラタワーを置く。これが廃墟のおすすめ攻略方法です。特にノーポーズでは特におすすめで、次ウェーブ南から来ました。もうどうでもいい、本当にもう何々からって言わなくていい。だって南東から来ても南西から来たし、北から来ても南西から来たんだよ。もうやばい、ゼアビロンズ南西どうなるんだってこの辺想像しますね。これはどうなるんだろう。でね、今ちょっと苦しいのは石が全然取れてない。石が8個じゃ勝ちようがない、ゼアビロンズで。石欲しいなって見えてちょっと見つからないなってなってる。で木の塔完成して木の塔に乗せていくと、木の塔はね射程が3マス伸びてね、こいつ何がいいかっていうと遠くの廃墟を攻撃してくれるんだよ。でもその廃墟って攻撃されるとゾンビが湧くわけじゃん。でもそのゾンビからは木の塔が視界に映ってないんだよ。だからその湧くんだけどこっちに向かってくないの。廃墟だけをまず壊せるんだよ。それが木の塔の廃墟攻略においての最大の強み。肉弾戦で廃墟攻撃したらそのゾンビは速攻そのスナイパーの方に向かっていくんだよ。なんだけど木の塔で壊したら一番先端の射程で伸びてる当たってる廃墟はあれなんだ、いつの間にか寝てたらお家壊れたんだけどみたいな、そんな反応するんだよね。わかりますかね、ちょっと言ってること。あれなんか空撃にでもあったのかなみたいな。だから肉弾戦の時よりも少ない数のスナイパーでクリアリングができると、事故率も下がる。変感染者が背後にいて万が一反応した時でも、変感染者は木の塔を壊すのすごい時間かかるから全然向かい撃てるしってことなんですよね。さあスナイパー41日目で80体。まあ、スナイパーね、どのぐらい作るか今悩んでる、かなり。で次は南西方向より南方向にスナイパーこれ寄せたと思う。それはなんでかっていうと石が見えたからだね。うわ石欲しいってなってる。倉庫これで4つ目かな。石があったから取りたいなって。で石の形がちょっとこれ、ね、ポーズしてゆっくり見れば分かるんだけど、どう採石場置いたら効率いいかゆっくりこれ確認できてないんだよね。しかもまだテスラタワー伸びてないからどう置くかまだ考えてないんだけど、あとでどう置こうかなって悩んだ時に、まあちょっと分かります、あとで行きます。もう一回喋ります。さあ攻略していきますね。で次からが6回目のウェブ。5回目のウェーブってほんと弱い。
4回目のウェーブに比べてゾンビの数が少ないから、デブが混じり始めてんだけど、ゾンビの数が減ってるから4回目のウェーブの時より、だから楽ですね。これはもうさすがに肉弾戦始めてる。もうスナイパー83体いるからもう負けない。変異感染者もいないし、さすがにもうキノトークラリングはしなくなってる。監視と置いてますね。これ南どういうマップになってんだよって思ってます。でこれ今さ、石のテスラタワーが伸びたから採石場置きたいんだけど、これスナイパーがねかぶさってて、どう置けばいいんだってなってるんでね石の正確な形がスナイパーで見えないんだよこれ、どうしようってなってる。でもクリアリングしないと前出れないし、でも石早く欲しいし、だから石を市場で大量購入します。要はあれで全財産、石全財産で石購入してゴールド拾わせて石の家にしたから。でこれ司令部資源貯蔵量プラス200きた、神市長です。これは神市長、本日一番いい市長じゃない。それまではなんかエクゼキューターとか、なんだっけ、エクゼキューターと風車小屋とかであんまり良くなかったんだけど、これ一番いい市長ですね。まあ廃墟攻略後半に差し掛かってたけど、まあまあまあ嬉しい。で今これスナイパー前に出してテスラタを置いて石の形把握しました。ここで そういえばソルシャーいつの間にか死んでるね。ソルシャーどこ行ったんだこれ。さあクリアリングしてます、どんどん廃墟。まあ南から北側のクリアリングどうするんだ。いい感じですね。石7個で倉庫追加置きで、これちょっと潤う。でも石はやっぱ最終的にね、最低でも50個欲しいから、50個、うん、80個あっても全然いい。だからさ、なんか石油が少ない時にアトラストランスミューター立てたりする方もいるのかな、わかんないけど、 あれってさ、石が生産量マイナス20だから、なんだろう、もうそもそもアトラストランスミューターを立てる時点で多分処理硬い時だと思うんだよね。あんま好きじゃないです。で鋳造工場44日目に建てる。で俺鋳造工場最近まあ、建てはするんだけど石油ユニット量産してなくて、まあ、それはなんだろう、まあ、シンプルで最適化された戦略の方がノーポーズで安定するからって話だったんだけど、まあ、今回はどうなるかね。今回はどうなるかね。特に最近はさらに俺タナトス使わない方向に進んでる。なんでかっていうと、タナトスの強みって、まあ、音でゾンビを釣って一気に間引きを進めることが強いんだよ。廃墟攻略とか、ちょっとここ前進したくないなって。なんだけど最近ね、そのタナトスにタナトスの代わりとなるそのスピーカー戦術を発見したんだよね。思いついたんで、じゃあもうそれさえもないならもうタナトスいらないなってことでやってません。鋳造工場建設完了で、まず先に石油掘削研究、その後上級採石場ですね。これできるだけ資源取らないようにしてんだけどさ、領土拡張急ごうと思ったら資源は取らざるを得ないわけで、ここほんと自衛隊で、これ巨人来てるんだけど、不意打ち食らってます。不意打ち食らってるけど、まあまあまあ、ほんと巨人1体倒すのにスナイパー10体失うのはもう全然いい。ノーポーズなら全然いい。儲けもんです。
さあウェーブが北から来ました。でこれ地形が、これ地形見てほしいんだけど、これ南側閉じてるんだよね。わかる？これ今さ、今見てる西にさ二股になってるじゃん。ここしか開けてないんだよ、司令部につながる道。これ今これマス目表示消したと思うんだけど、岩場があるんだよね。これこれやばいだろこのマップ。ここまで領土拡張してんのに2マスしかない。でちなみにさっきのジャイアント倒して変異感染者とジャイアントはいなくなりました。変異感染者とジャイアントはいなくなりました。さあで次ね、6回目のウェーブだから、ここからショッキングタワーが欲しいんだけど、まだショッキングタワー置いてないですね。なんでかっていうと、まあ、北のウェーブ来るのに2日ぐらいかかるから、ゆっくり構えてます。上級採石所研究中、石がプラス21、石きついよな今の。もう今の採石場で石でこれ25か、まあ、上級採石で石50、最低限と感じ。まあショッキング起きましたね。このさ領土拡張したい方向から必ずウェーブ来るからさ、領土拡張があんまり進まないんだよね。今これどんどん西に行きたいんだけど、ウェーブ来てるからさ、来るのに時間かかるとはいえ、やっぱ精神的に何だろう、安全に迎え撃つ状態を作っておきたいじゃん。思ったより領土拡張が106体もいいんだけど進まない。でも南側はもう画面端だしね。で食料が6頭、南東に見えてる倉庫の南東、右下にある草原、まあ取っても、まあ、食料もそれしかないからちょっと足りないなってことで、ここら辺でね食料使い切ったからクリスタルパレス行くこと決めました。腐食はクリスタルパレス行かなくても大丈夫な場合が多いんだけど、行くの決めましたね。ここで、でこれスナイパー何体かハマってたんだよな。弊社壊しました。まあ最終ウェブここガッチし防衛してって感じかな。はい、石油掘削を置いていくと。石油掘削は2個しか取れませんでしたね今回は。そこちょっときついな。やっぱなんだろう、狭い土地は防衛しやすいけど資源が足りないから結局負けてしまうんですよね。石取ってますね。このテスラタワーは、このテスラタワーは領土拡張を急いでないから、もう南は閉じてるから、今のテスラタワーを配置見てほしいんだけど、今みたいなシーンにも居住区優先のテスラタワーですね。これは4マス間隔で置いてると思う。こういうの大事ですね。で今取れる草原すべて取って、まあ石の家に住みは全然足りてないから、今草原取っても、今の取った草原分、食料分でも。なんでクリスタルパレス行きます。ただちょっと資源集めるのが大変だよな。領土拡張の際に無駄に資源取っちゃってるから、もう俺はそれは仕方ないと思ってるんだけど、ワンダー大の資源どうやって集めようかなって感じです。まあその分ね、内政分回して資源は買えばいいかなと。で上級採石場にしていくと。でこれね、電力見た感じ石の家にしたら足りないですね、発電所が。きつい、木材が少ない。廃墟って木材ないからさ、領土拡張しても廃墟の方向に木材は ないの確定していて、廃墟の奥にはあるけどね。で今回廃墟の奥がもう画面端だから木材ありませんと。厳しいですね。今ある木材で全て、まあ、発電所にして木材も購入ですかね。でここを見てほしい、エンジニアリングセンター、これ研究してるんだよ。つまりね、これもうこの2つの方向に来るの決まってるなら、まあ、ノーポーズとはいえ最近の方針に反するとはいえ、まあ、タナトスだなと。なんだけど今回はそれでも済まなかった。まあ皆さん、ここから見どころあります。
こっから見どころあります。ノーポーズだけど結構危なげないね。ノーポーズ力も高くなってきてるかな。最近配信外でちょっとゾンビやる時間があまり取れてなくて、なまってるのかなって感じもするけど、できるだけね3日以上は開けないようにしてる。3日に1回ぐらいは挑戦してる。軽くね。ここ第三居住区です。いい居住区だよこの形は。完璧。さあ51日目のウェーブは、まあ来る場所は2方向で、エンジニアリーセンターをここで置きます。いや俺いつぶりだろうな、エンジニアリーセンター置いたの。ただ正直これ遊んでますね。なんでかっていうと石油が22しか取れていないのに、その何体タノトス量産できるんだと。まあ22体は作れるけど、まあ、あることが理由でさらに作れなくなるし、その早めにねタナトス量産始めちゃうと、これしかもう石油取れてなかったら石油施設が置けなくなってしまうんだよ。だからそのタナトスも急げないし、これちょっと遊んでます。石油が40ぐらい取れてればな、どんどん加速できるんだけどな。石油がないんでね。鉄もない今回。買ってますね石は。もう大量買ってる。今100個ぐらい石買った。100個ぐらい石買ってるからね。あー気持ちいい。この石の家を、このさ石の家ってめちゃくちゃ見た目でかいじゃん。ずかずか置いてくのが最高に気持ちいい。ちなみにあのね、あの南に3つ兵舎置いてあると思うんだけど、画面端にあれ兵舎壁です。安全だと分かって置いてるけど、画面端に兵舎置いてみました。ちょっと意識してる。兵舎引っ越したかったのはあったけど、弊社壁です。やっぱ弊社って木の壁と同等の耐久性を持っていて、それで 3×3 マスカバーするんだよな。チートか。さあ西からウェーブが来ました。はいはいって感じ。真西ですねこれは。これ領土拡張できない、できないっていうか、まあまあこれも迎え撃つしかないですね。ゼアビロンズはクリアリング終わってなかったら。で今食料 70と、全然石の家化が進んでないのにも食料70なんで、クリスタルパリス一刻も早くも欲しい。で久しぶりのタナトス研究51日目。まあタナトスはなんかよく言われてるのは、なんか40体欲しいなと、最終ウェブとかでよく言われるんだけど、まあいらないですね。こんなに狭かったら。でそしてタナトスは最終ウェーブではスナイパー以上に殲滅力を発揮して、しかも撤退戦がめちゃくちゃ強いんだよタナトスって。動くショッキングタワーみたいなもんだからさ。なんだっけ、ノーポーズで使わない理由の一番はその撤退戦が不可能だから、タナトス足なんかじゃ。もしその前線でタナトスを置いて、まあクリアリング済むことも、まあ、腐食のクリアリング基本済まないしね、普通のマップだったら。コーザリでも普通終わらないから、その前線に置いても突破されることが多くて、その前線に置いたタナトスは 100% 死ぬんだよ。だからもし使ったとしても、俺が運命の女神でやったような戦術なんだよ。司令部前に全員配置みたいな、あらかじめ
それならもういらないでしょ、内政犠牲にしてまでその使い方なら。これ最終防衛ライン作ってますね、南側。これ地形見てくれみんな。俺今えってなってる。これ完全に湖で上側は遮断されていて、これ画面端なんだよね。もうこれクリアリングできないこれ以上クリアリングできないんだよな。えーって言ってる今ここ。えーって。で今これ見てもらって分かると思うんだけど、ここまでの中でここまで配信でもいけたよなって。もう俺配信者として失格だわ、配信中にこれ見せれないの。全く動きは一緒なんだけどね。さあクリスタルパレス研究しました。でーんと、はい。でこれ今ね、あのスナイパーたちを追撃させてんの。追撃させたらどこ向かうかなって言ったら、なんかアラの方向に行ってて、えって、お前らどこ行ってんのと、どこ追撃しに行ってんの、バグってんのか分かんないけど、今見えたら分かった赤い HP バーが見えたと思うんだけど、うん、で今追撃何回も押してるんだけど、もうなんかもうバグってんだよね完全に。あ、もうこのマップはもうダメなんだとゾンビが確かにいるんだけど、もう殲滅できないから、こっから73日までの20日間最終防衛戦気づきます20日間。まあちょっとね、もう分かる方いると思うんだけど、まあまあそうしたら必然的に出ちゃいますよね出ちゃいますよね。さあ防衛戦作っていきます。今次のウェブが57から、次が8回目のウェブか。あと2回ウェブがあって、その後にゼアビリオンズと。まあこれ あえて言及しないでおきます。さあクリスタルパリス、研究できましたね。まあ発電所建てて石の家か。木材が足りない。今木材プラス43だから、あと発電所4つしか置けない。これ参ったなーって感じです。あえて言及しないでおきます。さあエクゼキューターも研究終わって、まあどうだろうな、これ突破されるかどうかここはまだ不安。ただあのタナトス生産するつもりだから、あそこにタナトス置いたら突破されないと思うんだよね。南はどんなにやってきてもノックバック効果とハーピー返しちゃんと作っておけば突破されないなと思ってる。でこれ防衛線作ってます、防衛線作ってますね。タナトスはまだ作らないのって思うかも、方いるかもしれないけど、その石油生産量下げたくないからですね、ギリギリまでタナトス作らないつもりです。間に合うぐらいまでには作る、最終ウェイまでに石油全部使うぐらいには。でこれサイレントビホルダー研究しようかなって感じ。今あの見たいでしょこのマップの全体像と皆さん思ってると思いますので、サイレントビホルダーも立てます。アトラストランスミューターはね、石がマイナス20と鉄がマイナス10でしょ。鉄マイナス10されたらどうするのと。もうクリアリングできないんですよね、これ以上は。こっからは。ああ、石の家、収入4319。
まあ、人口は大体ね2500前後あれば、あの勝てる内政は整っているので、今2700だから内政的にはこれ勝てます。内政的には、まあ、56日の段階でだけどね、これすごいよな。さあタロト作り始めてますね。石の塔と、最近ね石の塔にはまってるんだよね俺。やっぱワンポイントで置くと石の塔は強い。必ず襲撃が集中するなって分かってる場所に1個置くだけでも全然違う。ただ分かってない場合はそのいっぱい並べる必要があって、そうなるとね弱いですよね。やっぱ高すぎるから高すぎるから。でこれ東からウェブ来るってことは南からウェブ来るんで、まあ適当にハーピー返しと、まあうまくウェーブは勝ちます。ウェーブはもう負ける要素ない現時点 でスナイパーも生産これ以上いらないかなって感じ。予算しないです。いやーこれ4つ目の市長資源プラス200が本当でかいね。ゴールドが無駄になってない。まあなんか最近コメントでアラペさんがタナドス使ってるところも見たいです、まあこういう形で使うところを見たいかは置いといて、わかりました、タナドス使いますタナドス使います。で今回作戦的には南と西があると思うんだけど、南側にタナソス全体置いて、西はタナソス置かないでいこうかなって思ってます。これ結構タナトス量産つらいんだよな、鉄が。さあ西側も最終防衛ライン作ってます。できるだけね、あの余裕があるときは最終防衛線ってあの作るのを遅らせた方がよくて、あのバリスタとかエグゼキューターって維持費めちゃくちゃかかるから。なんだけど作り始めてるね暇すぎて、超暇。もうスナイパー乗せちゃってるじゃん。10日早く来てもいい。タナトス5体目完成と。で今のね、変な位置に置いてあるショッキングタワーあると思うんだけど、あれめっちゃもし刺さると思う。もしあそこ突破されたらめっちゃ刺さると思う。発電所きつい。さあタナトス撃ってますね。今ここねめっちゃアングル意識してる。アングルっていうか左下のウェーブをできるだけ見せながら、上側の風車小屋を置くの意識してる視聴者のために今風車小屋農場の隙間に置きたかったんだけど、まあ実際に置いてるけど、あそこをアップしたらウェーブ見えなくなるじゃん。視聴者意識してますまあそれぐらい視聴者のことを考えれるぐらい余裕があるんだよね今。まあ強いねこういうタナトスは。タナトスとショッキングタワーがあればザコはまず殴れないねおやおや、アルペさんそれは何ですか おいビクトリアスズデーン出た最強壁、最強壁ビクトリアス。なんとこいつワンダーの中で最強の耐久性を誇り、石の塔 4つ分の耐久性を誇ってんだよね。たった一つの建物が回すかこれなんかさっき言ったタナトス、まあ、ある理由があって、まあ、今回22体作れなくてって言ってたと思うんだけど、
ビクトリアスって石油維持費10使うんだよ。つまり石油22しか取れてないから、まあ、タノトス22体しか作れないですね。まあ、今回はさらにあることが理由で またタノトス作れなくなるんだけど、まあ、今9体作ってますけどね、タノトス。マスカアラペス最終防衛戦をビクトリアスで乗り切るつもりなんか。おい遊びはやめろ、勝つことを考えろ。ノーポーズ初クリアだぞ。まあもちろんあの完投はしませんよ、完投はしません、初見じゃないんで。見てくれあのビクトリアスの黄色ゲージを、あいつの頭上にある、ぶっとすぎる。あいつの建物障壁8000だからね。あいつのあの硬さをさらに増すために、なんか師匠でさ防御障壁8000ドン。こいつの建物あの防御障壁を9600に捨てるためだけに、防御障壁9600、あの防御障壁の師匠取ることまで考えるからね。防御障壁 20% の師匠は神師匠です。ビクトリアスが硬くなるんでね。ビクトリア防御障壁 20% の人取ったら皆さん取りましょう、あのビクトリアさん。この破壊できないバンカーを完成者に対する最強の壁。本来ビクトリアスってそのビクトリアスの周囲の建物の収入を上げるから、あ宿屋的な使い方をするべきなんだけど、配置、まあ、最強肉壁として使ってます。アラペスは収入を上げることはもう考えてません。でエクゼキューター化は一番最後ですね。次が9回目のウェブか。でこれね、鉄がなくて辛くて辛くて、さっきここあの結局妥協して取らなかったんだけど、取ろうとしてますね。でも銀行が邪魔してます。まあもう銀行もいっかってことで今ブチ切れてるね。なんだこの銀行って。銀行置き直しです。はいと。いやー今石の家壊した、あの銀行壊しただけで収入800?700 ぐらい下がったな。やっぱ石の家にかかる銀行はめちゃくちゃ強いね。さあこれどういう防衛ライン、あの構築しようかなって今すごい悩んでて、まあ、あの見ての通りめちゃくちゃ遊び心が遊び心がね出てます。完全にビクトリアス立ってたところで分かると思うんだけど、正直もう勝利より楽しむことを優先します。だからこそタナトスも作ったんでね。でもアラペスの遊び心はこれにとどまらない。おいアラペス、おいアラペス、初めてのノッポーズ腐食クリアなのに、そんな遊び心を抱いていいんか。こうなったアラペスはもう止まりません。で兵舎壊しましたね。もうスナイパー114体でいいやと。タナトスは11体と。で今石油生産見てもらうとプラス1だから、まああとタナトスはもう1体しか作れません。もちろんビクトリアス立ててなかったらもう10体作れてます。まあ、まあ南はタナトスに任せて西はビクトリアスに任せる、そういう最強の防衛線をあの構築してますね。今突破されるわけだくねこれ。お互い背中を預け合ってる、信頼しきってんね。あと2個だけ遊び心ありますね今回は。まあ見えると思います多分、その1個目が。さあ領土伸ばすかと。でも画面端なんだよねここは。画面端、画面端と。でこれで、石油全部使い切りました。タナトス12体生産完了。でここでね、石の家壊し始めてんだけど、石油生産今プラス22で、本来石油あの掘削機にね倉庫バッグかけたら24なはずでしょ。だから石の家壊して木材生産をプラスに増やすためだけに石の家を今壊してます。石油が欲しいよ、遊ぶには石油が欲しい。おっとこれはねデモです、デモ。
最終ウェーブに向けたデモをしようとしてますね。どういう風に来るんだってズダダダダダどん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 まさかそれを使う時が来るとは。あの時の経験が生きてくるのか。ダダダダダダまず前目の方には、起動時間は短めに設定しましょう、ハーピーのために。で、次の列には1秒。で、その次の列には2秒と。おっと、あの時の経験が生きてます。しかも、地雷って100ゴールドでめちゃくちゃ安いんだよな。鉄3しかつかないし。ワスブ先輩、鉄10使うからほんとゴミ。これ最後の小規模襲撃ですね。まあ、どうでもいいです。さあデモです。どういう風に来るのかなと。あそこ取ってくるんだと。ちょっとあの地雷の場所違ったなと。これ勉強してますなるほどね。でもこっから出たテスラタワー地雷作戦。テスラタワーに地雷で引きつけて地雷の方向へ地雷を踏ませると、ボン。なおテスラタワーも地雷で壊れた模様。さらにテスラタワーを置いてボンコストに見合ってるかどうかはボンコストに見合ってるかどうか置いといて。楽しい、なんて楽しいんだ。この地雷とテスラタワーの誘導をマスターしたいなと、練習したいなってこの時思ってます。楽しいなこれ。もしかしたら地雷縛りにつながる一戦かもしれない。ただここからもう一個遊び心が加わるんでね。ここでデモしていたことによって、まあ、タロトス2体作ったからこれで石油生産は、プラスゼロですね。お前らごときじゃビクトリアスには届けねえよ、たどり着けねえよ。一番先頭のスナイパーだけ届いてるね、これ射程が。木の塔を一括石の塔にした。今そんな贅沢なアップグレードが存在するのか。このようにちょっとね、防衛施設が少ないかなって思いました。あのビクトリアスの後ろに援護射撃が、でもうまく置けないんだよな。まあ、ビクトリアス先輩が突破されるわけねえけどなビクトリアス先輩が突破されるとは思えないけど。なるほどね。もう地雷今見て分かると思うんだけど、あそこ取ってくんのね、ウェーブは。ふむふむ、学習完了アラペスの。さあ何をするんでしょうかね、ここから。タノトス12台使って、これ以上何の遊びがあるんだ。ちなみにサイレントビホルダーここで立てます、暇なんでね今。さあとうとう60日目の後半にして、60日後半で分かりますね、このマップの形が。配信中では見せれなかったけど、まあ防衛線気づいてますよね。南側はスナイパーも少なめにしようかなって、あのタノトスの、強さをね目立たせるために。
はい、サイレントビーホルダー研究と、ね、サイレントビーホルダーって建設中あの何も建物建てれなくなるからじれったいよね。まあサイレントビーホルダーはスペース必要ないからそこは嬉しいけどね。防御衝撃8000。さあ見ますかマップ。ゼアビロンズ来る前に一足先に、ゼアビロンズ来てしまうとね、あのノーポーズだからマップ全体映せなくなるから、このタイミングで見せます。さあワンダー3つ目、ノーポーズでワンダー3つ目ってすごいよな。でこれ見たん、これ見てくれ。あれっておかしくないって。もうマップに残ってるゾンビが5体しかいないんだよね。ゾンビがいないんだよこれ。つまり司令部にへの経路がない場所ってゾンビが来ないんだよね。あ、ゾンビが生成されないんだよ最初に。だからこそ変異感染者とジャイアントがあれしかいなかったのって、もし北東とかに生成しても司令部の道が完全につながっていないから、そこで排除されちゃったんだよ。そうだったんだって、こういうことでした。このマップの真実は何、北東と、まあ、北東と南西ほぼ一体全てがつながってません完璧に。だから最初これ本当に 900% なのかなと思ったんだけど、 900% でしたね。これがこのマップの真実と。さあウェーブあと5日後に来ます。さあさっきより地雷ね、うまく置きましょうね。前列は0秒。さっきよりふんだんに置いてきます。地雷安いなマジで。静音性無音なのもいいよね。まあ最終ウェブでノイズ気にしてどうするんだって話だけど、まあそこも俺的には好きだわ。0秒1秒2秒3秒に設置しましたね。さあ地雷防衛、地雷ビクトリアス防衛が西で、南側はタナタス防衛と、うん、まだ足りないな。おっと何してますかこれは。うん、おタナトスエンジニアリーセンターになんか送ってますね。何してるんでしょうか。防衛ラインはそこじゃないですよ。地雷こんなに置くの初めて見たんだけど。石の塔です。ん？また向かわせてますね、タナトスを。何がしたいのか全く分かりません。まあ、さっきの9回目のウェーブをしのいだときにあることに気づいたんだよね。あること気づいたっていうかひらめいてしまったんでね。はあ、せっかく地雷って罠と同じで無音で、だけど地雷を効果的に使うにはやっぱりゾンビを誘導する必要があるな。でも罠と違って地雷って
ユニットも食らって死んでしまうんだよな。レンジャーで誘導してもレンジャーすぐ死んじゃうからな。時代一発で。なんか足が速くて耐久力高いユニットいないかな。はそういえばラミュータイムレディトゥデストワールド。お前そんな声してたんか。スピーク、パイセティック。足速い。なんだこいつ、なんだこれ変態。よし、You are also マスカ、お前マスカ嘘だろ。変異感染者地雷ダイソンするつもりか、お前新必殺技嘘だろ。そんなことしたらこのゲームぶっ壊れちゃうぞ。追加の地雷を置いていきます。南はこう比較してみるとさ、南と西の防衛線こう比較してみると、南はさ至ってまともな防衛線なんだけど、ちょっと次西見たとき比較するとあれだよね。いや南はほう狭いところにタナトス集中してハーピー返しも作ってエクゼキューターこっち地雷ビクトリアス変異感染者ドン。比較するとやばいよね。0秒。これ間違って壊しちゃったんだよね。よし、こんな気持ちよく地雷置いたやつ俺以外にいる。これ間違ってワスプ置いてますね。変異感染者だったら、まあ走行も考えたら地雷5発か6発くらい耐えんのかな。6発は耐えないな、5発は耐えんのかな。速度が6だと。レンジャーより 1.5 倍の速度を持つのかお前。さあウェーブが始まります。運命の24時間。さあ防衛線作ってね。ここのタイミングで、まあ、バリスタ全選択でエクセキューターですね。まあ、この最強の布陣突破できるのか、ゼアビリオンズゴッドキが。タナトス9体。石油24はタナトス9体で石油9でしょ、変異感染者で石油5でビクトリアスで10で合計24。石油の使い道は今回そんな感じとなりました。なかったですね本当に石油が。どんだけ地雷置くんだよこいつ。俺もワクワクしてるんだよこれ。初だから。さあウェーブどうやって来るのか見たいね。まずそもそも東はあのラインか。さあ来た来たぞ。まず地雷がハーピーを全部殲滅する。だからハーピーが結構地雷踏んで壊発動させちゃうんだよね。さあ変異者地雷ダイソン来た。
変異者地雷ダイソン来たぞ出たどうこれ強いこれこれ強くね最強必殺技テスラターぶっ飛ぶのマジで笑う変異感染者が死にかけてる変異感染者が死にかけてるよあっちはタナトスで見た感じ全然いけてますねいやこの変異感染者地雷を諦めてないこっちおいでおいこれ強くねえかウェーブが到達できてないぞ変異感染者の釣りによってテスラタワーを修理して待機してるぞあの変異感染者自らの体力回復とテスラタワーの建設を待ってるおっと地雷を追加で置いた追加で置いて2秒で3秒に設定したおいでおいでおいでおい強くねえかウェーブが到達できてないボンおいこっち来てくれこれハマっちゃうんだよなおい変化戦車お前の力その程度かこれねちなみにここからあの防衛施設すごい距離壊していますこれなんでかっていうとおいこのままじゃゾンビビクトリアスにたどり着けねえじゃねえかよと思っておいこのままじゃビクトリアスにたどり着けねえじゃねえかよビクトリアスの強さ出てこねえじゃん急いで防衛施設破壊します皆さん見たでしょうか今の一瞬の操作をまた地雷置いたそう何度でも蘇るこれねビクトリアスまでたどり着けないんだよなこいつらそこで仕方ねえなってことである操作はするんだけどね早くしろ変異感染者ボイスですどんどん壊してってどんどん壊していくでしょ来た2体目の変異感染者次行きます第2号第2号行きますで次これスナイパー全部撤退させますあのスナイパーに撃たせちゃったらビクトリアスにたどり着けねえこいつらこりずに変異感染者地雷ダイソンまだやるのかお前結構罠まびきって命がけ感があると思うんだけどこれより命がけ感あるものないだろうわビクトリアス硬いやっぱビクトリアス最強これビクトリアスなかったら負けてたわ確実にビクトリアス見てくれみんなお前地雷体で食らいすぎだろ音うわーこれビクトリアスじゃなかったら突破されてるわビクトリアスじゃなかったら突破されてる今慌ててワスプ壊したいやなんて硬さだこいつこれが最強最強最強壁まさかそのエクゼキューターも壊してショッキングタワーも壊して最後の残ったゾンビをビクトリアスと変異感染者のコラボが見えただとはいでんツーショットビクトリアス変異感染者地雷ダイソンマンジドーンマンジはどこおめでとうあなた生き残りましたあなたの頃には77日間生き延びましたということで、ノーポーズ縛りノーポーズ縛りはいろんな縛りがあったような気がするんだけど、腐食 900% 禁断の祈りクリアこれでクリアとなります。でね、まあ今の今回のプレイ見てもらって分かったと思うんだけど、これ配信中初見でクリアしてた可能性、非常に高い。いやー、アルフェスの初クリアこの数字になった可能性あったんだよなまあってことで皆さんご視聴ありがとうございました。また次の配信で会いましょう。高評価チャンネル登録していただけると励みになります。じゃあねー